こんにちは。こんにちは。夫婦のデザイナーの高坂です。営業部のエリです。よろしくお願いします。お願いします。今日はウェブ展示会ということで、はい、ウェブ展示会というのはですね、ちょっと先物の商品を先行予約していただける会でございますので、はい、見ていただいている方は、基本いつものメンバーの顧客の方々が見ていただいていると思いますのでありがとうございます。まあ、一応ですね、細かい説明といいますか、期間とラインナップの説明をよろしいでしょうか。はい、開催期間は8月2日金曜日のお昼12時からで、終わりは8月の9日金曜日の20時59分までとなっております。はい、1週間ですね。何月の商品でしたっけ。ですね、1、2、3月おじゃあ来年の梅春シーズンですね。梅春シーズンの夫婦はとても毎回毎年面白いものを出していると思いますので、要は葉坂駅なのでね、結構今回も新しいチャレンジしたなっていう記憶ですよね。まさになんか分かりやすく新しいものがまず3つ、分かりやすく、あ確かに布の量がっていう分かりやすさ、なんかそう逆にもうあそっちみたいな、そっちまあね、私もそろそろそっち側のお洋服にデビューしたっていう、はい、でも可愛いからな、うん、かわいいしっくりきてますね、すごく。そう、最初どうなることかと思ったけど、ね、なんか思ったより夫婦になったというか、うん、やっぱ大人の膝出し、うん、ぜひ夫婦から始めてください。お願いします。ハーフパンツとかね、買っていただいている方とかもいますか。もしかしたら、ね、むしろ待ってたという方もいると思いますので、はい、で今回も先行予約ですので、ささやかながら 5% オフ、はい、させていただきますので、ぜひ、はい、この機会にいろいろと見ていただければと思います。ね、ただウェブ展示会の一番ちょっとお伝えしておいた方がいいこととしては、はい、ちょっと一定数量に受注が満たなかった場合にはちょっと生産を見送らせていただく、ね、ということもありえますので、ちょっと必ずしもなんだろう、こう予約したから手に入るということが確約できない。お金は返ってきますよ。はい、単純にそんな広い話ではないです。キャンセルになるよということなので、はい、そちらも一応知っておいていただけるといいかなと思います。はい、ではよろしくお願いします。お願いします。はい、こちらドレス59、オープンカラードレスでございます。本当にそんな名前かな。はい、こちらはですね、なんとなく知っている方はいるかもしれないです。ドレス17というですね、もうはるか昔、5年は前ですよね。はるか昔だ。6年前はにデザインしたドレス17というですね、厚手のコットンで作ったオープンカラーの金ボタンのドレスがあったんですね。それのちょっと令和版というか6年経った版としてちょっと僕が新しくデザインし直したものです。まあ、どんな風に変わったかというと、まあ、全体のシルエットも実は多少マイナーチェンジを施しているんですけども、一番分かりやすいのは素材。素材がポリエステルとウレタンの化繊になったんですね。うん、結構伸びるんだよね、これね。縦によく伸びる。はい、なのでコットン苦手、厚手のコットン重いよっていう方にもとってもおすすめ。でもこれ重いです。重いよ、それもちろん、うん、だって17ってバイカラーワンピースの次に重いと言われている最大じゃあ重いや、あれ片手で持ってみ、ハンガーでとんでもないからなんか本当に、でもよく夫婦昔からね見てくださってる人は分かると思うんですけど、うん、服単体で持った時よりも着た方が軽い。うんうんうんそれは変わらずありますね。で生地柔らかいから着心地もいいんですよね。うん、いいです、いいです。肌触りもいいし、はい、でちょっとこうクラシックなんだけども、まあ、ゴールドボタンとかを使わずにシックなちょっと色味のボタンにしておりますので、まあシンプルではないけどもちょっと大人っぽい、あまりこう主張の激しすぎないデザインのお洋服になっていると。でもちろんシワも全くならないです。割と肉厚、梅春のシーズンバッチリだと思います。だから冬も使えるね、うん、夏は逆にちょっと暑すぎると思いますね。これ梅春本当に
暖かくなってきた頃だったら、なんだろう、2月、まあ、3月くらい、うん、とかは1枚で全然着れると思うし、はい、まあ中も多少ねゆとりがあれば、こう袖とかは結構広いので中に1枚こうヒートテック的なインナーとかを着てもらったら1枚でも全然着れそうだなというのと、はい、まあこれ前全部開くので、うん、逆になんか羽織をとしてもなんか着れるのかなと思ったり、うん、はい、というドレス59番のご紹介でございました。はい、ありがとうございました。はい、こちら11オンスのデニムジャケットと11オンスデニムタックパンツでございます。こっちデニムはですね、いろんな形やってきましたけども、まあ、ちょっとパンツから紹介すると、はい、初めてタックパンツですね。で結構 ガバッとしたワイドシルエットのデニムパンツ、11オンスですから結構肉厚だよね。はい、結構肉厚です。生感もすごいあるよね。めっちゃあります。ね、でもデニムの厚いを想像すると薄く感じる人もいる気がします。うんうんうん、けど夏にいいデニムの薄い感じではない、はい、とこのジャケットが結構ミソだよね。はい、ちょっとショート丈の気持ちショート丈で、今だってね腰のベルト付近ぐらいですか、丈が。そうですね、はい、のデニムジャケット、イエローステッチで結構、うん、オーソドックスなデニムジャケットだよね。ただ丈感短いからちょっとトレンドっぽいし、はい、そうですね、ちょっとかわいいわこれセットアップで着るのめっちゃ。そうですね、ぜひセットアップで着てほしい。ね、いやこタックがいいね。やっぱデニム、これまでタック入ってなかったので、はい、あの腰張りの方とか、うん、パンデニムちょっといつもは履かないんですって、ちょっと腰目立っちゃうんでっていう方にもとってもおすすめ。あ、かっこいい、はい、ジャケット。一旦後ろを見ますか。ジャケットの後ろだけちょっと、はい、でジャケットのバックスタイルもここにタックが入っているので、こう全体的に少しオーバーサイズガバッとしたシルエットになっている。ただ前向いてもらって、ショート丈なので何ですかね、着られてる感というか大きい感じもしない、うん、しないですね。めっちゃ可愛いですねこれ。はい、はい、デニムは股上がかなり深い。ちょっと足広げてみて、結構深いねこれ、はい、ワイドシルエット、このガサッとした感じがとてもかっこいいです。はい、というデニムのセットアップご紹介で、はい、これサイズ今 M です。 M がおすすめですか？163。そうですね、パンツは S でも良さそうだね。 M でパンツは S でもいいかなって感じがしてます。うん、はい、というセットアップでした。はい、はい、ドレス、こちらもザドレスですね。今回多いね。多いです。58バイカラーツイールシャツドレスということで、バイカラーも多いね。あ、なんかでも原点回帰だったんですかね、このさっきのドレス59もそうでしたけど、こちらもこうシャツワンピースはドレス1でもねやってますけども、うん、まあ、それをまず河川でやってるよね。ポリとレーヨンの綺麗な素材だよねこれ。シワにもなりにくい素材ですけども、それにこのちょっとウェンズデーあたりからハマってる襟の高いシャープな襟がついてますね。これが結構ね顔周りあの品よく見えますから。でカフスがと、襟が白、なんかでも真っ白じゃないよね。え、これは白です。パッキーっていう白、わかる、あのレースの白とかじゃなくて。ああ、そういうこと。ちょっとだけクリーム感でも色は多分白だと思う。白です。でも白ってね100色あんねん。200色あんねんで、プリンセスラインの切り替えでフレアがたっぷり入った、まあ、往年のワンピースですね。あ、かっこいいですね。化繊なので、化繊なんだけどポリエステル100じゃない、レーヨンが入ってるので、ちょっとなんていうのかな、あの河川河川してないって、なんか優しいです。優しいんですよ、はい、優しい肌触り、はい、この生地だけ実は細かくしてまして仕上げで蒸気を当てながら追い込むことで、うん、縦横に張り越しが生まれているようです。すごい台本に忠実に、は
はい、珍しく M サイズですか。はい、はい、着用感はいかがでしょうか。優しい優しい、そうです。ザ・ドレスを着て優しいと思える貴重 なこのシルエット、うん、懐かしいような新しいような、ね、そうだね。あとこのボタンの数、はい、黒に白のホワイトボタン、可愛いですね。はい、というご紹介でした。こちらクラシカルストライプバイカラーワンピースでございます。これまさにあのスーツの素材を使ってですね、はい、スーティング素材、スーティング素材ですからこのスーツっぽい素材を使ってお上品な、ちょっとなんかクッと肩が背筋伸びるような、なんかこうワンピースを作りたいなと思い作りました。てか今回バイカラー多いね、うん、ハマってたんだね。あとすごい着心地がいい、なんか滑らかです。スーティング素材ですから、うん、ちなみにポリエステルとレーヨンのコンボなので、レーヨンの柔らかさみたいなのが多分ある。う、うん、滑らかで気持ちいいですよね、うん、ちょっと伸びる、伸縮性ある、ちょっと伸びる、うん、で今ここ寄るとあれですけど、このポケットがねちょっとこう立体的なカッティングで出てまして、これもちょっとうちの制服、実店舗の制服にねちょっとこうデザイン近いよね、うん、はい、で最近これ使わないから、こういうの好きな人はこの辺で買っといた方がいいと思う。こういうちょっとアンティークな大きめのベルト、バックルっていうの、うんうん、とかも最近このブーム終わりました。まず終わりましたね。あとこのカフスの大きさ、うん、終わりましたから、この辺がラストですよ最近のサンプルチェックでここをことごとくカットしてますよ、はい、これなくそう、ここの袖やめよう、ね、なのでなんかこの佇まいの感じの夫婦好きな方、今ここ一旦おしまいのラストな感じがすごくします、うん、これ、はい、でこのスタンドカラーなんだけど、ちょっとマオカラーっぽいなんかね大きめのフラットな襟がついております。ここどうなの、痛い硬い、何も感じない、感じない、はい、何も感じなくて、ここはダミーなんで開きません。うん、前は開きません、うん、ここは縫われてます。はい、じゃあ切れないじゃないですかって皆さん思いますが、後ろにいつも通りファスナーがついております。まあ、はい、ります。はい、まあ、軽くて柔らかい、うん、着やすそうなワンピースですので、そうですね、ちょっとこういったお上品なクラシックな雰囲気がお好きな方、ぜひねご購入していただければと思います。というクラシカルストライプバイカラーワンピースでした。はい、こちらスタンドカラー、ちょっと待ってください。何ですか、なんで押してから笑ったんですかいや、なんて言えばいいんだか分からない、商品名を一瞬で忘れちゃってあれなんだけど謎の笑いがあった今。はい、スタンドカラーレースドレスでございます。これちょっと今ね引きだとちょっと分かりにくいかもしれないですけど、寄るとこれソーレースなんですね。うわ、はい、おい、すごい、はい、下ももう全部ソーレースですから。そしてレース自体はポリエステル100の、はい、まあオケーション向けのレースを使ってるので、まあ別にこれを日常で着ていただいてもいいですけども、はい、ネイビーという性質もありまして、いろんな式とかねオケージョンのシーンで活躍していただけるワンピースになっております。そしてその裏地のこれキャミ、はい、キャミワンピ、キャミペチがついてます。おー、珍しい、つけないで有名な夫婦ですけども、はい、なんとこれもついておりますので、ついてます、これをもう買っていただければすぐこの状態で着れる、はい、嬉しいね。はい、なのでキャミペチがついてるので、透け感が今出てるのはこの辺だけになってますけども、はい、ソーレースなので、まあ、1枚であんま着れないものだね。でポケットはないです。レースですからないですよ、はい、だってレースにポケットつけたって透けて丸見えなんですから確かに、もう本当にオケージョンっぽいね、はい、ここがくるみボタン、はい、になっております。前もたくさんボタンがついております。着用感はどうなんですか、重いとか軽いとか痛いとか。レースなんで軽いです。軽い、あとチクチクしないです。はい、あ、カフスも可愛い、
後ろもお願いします。うん、いいね、このちょっとレースの大人な感じ、はい、という、オケージョンのスタンドカラーレース、スタンドカラーのスタンドもそんなに高くないね。高くないです。スタンドカラーですとは言ってるものの、はい、ご紹介でございました、はい、ヘリンボーン2タックスラックスご紹介でございます。このスラックスいいね、なんだろう、やっぱこの素材感が決まってるね、うん、なんか綺麗に落ちてる感じが、綺麗に落ちてるね、これかなりおすすめです。もともとセットアップだったんだけど、あのセットアップにしたらちょっとさすがにおじすぎて、あのパンツだけ生かしたんだよね、うん、これはかっこいいって言って、このポリ100の中肉の素材かな、はい、割としっかり感があるのでインナー透けとかしなそうだね、うん、しないと思います。このちょっとこう表面感のある素材中肉なんで、このタックのディテールがよく出るね、綺麗にドレープが、あーかっこいい。バックスタイルもちょっとメンズのスラックスっぽく、ポケットが2つちゃんとついております。はい、じゃあちょっと前に戻ってもらって、まあディテールとしては2タックのアウト向きのねタックが入っている、まあメンズライクなパンツ、まあこうやってちょっとニット、ラフなニットでもいいし、夏 T シャツでもいいよね、はい、別に夏も着ていただけるパンツだと思います。結構この辺の膨らみがすごいフーフーのいいスラックスっぽい感じが出てるね、なんか新しい扉が開けた感じがします。何に合わせますか、おすすめは。ラフにセーターとかですかね、うん、冬もね、はい、確かに使えそう、はい、というヘリンボンスラックス2タックスラックスのご紹介でした。プリーツティアードスカートご紹介でございます。プリーツのね、熱で加工するタイプのプリーツセットアップ以前やりましたけども、はい、まあ、結構ご好評だったので、うん、今回それと同じ素材でスカートをちょっと新しく作りました、はい、で、なので今まで2色ありますから、これもね、はい、そうです、前のやつを持っているよっていう方はセットアップで着ていただくことができると、なんとまあという感じですね。ブラウスは前のやつがまた再販されますので、はい、その時に買っていただいて、はい、これはちょっと同じタイミングじゃないと思うので、うん、そこだけを注意、はい、先に買っていただくことになるのかな。そうですね、はい、で、今回はちょっとランダム感のあるまあ、ティアードにしました。ちょっとそうだね、ベージュの方でこの形見よっかな、うん、ちょっと黒のちょっとこの雰囲気を見ていただきながらね、はい、ちょっと形解説はもう一個の方でやりますので、黒をちょっと見てください、はい、ベージュですね、はい、はい、まあ、ベージュの方がちょっと立体感出るのでちょっと形はこれで見せますが、まあ、ティアード状になっていてランダムなティアードなので、これラップ風に見えますがラップではなく、一応ここをめくると多分足がこっちまで限界いくと、そう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 、はい、そんな感じ。危機感あるこれ。ないですね。安心感ある。うん、はい。でウエストにアジャストがついておりますので、まあ、サイズ感は、まあ、前回のスカートとここの仕様は同じになっております。ただちょっと違います。あ、そうなんだ。どっかに、ね、ボタンがあるんですよ。お。どっかにボタンがあってボタンを止めて、かつどっかにって今来た時は使ってないの？使いました。どこに行っちゃったかなって、この前。あ、なるほど。ここに。うん。ボタンがあります。ああ、どういう着脱これ？私の着方になっちゃいますけど。オリジナル？私はこのボタンのところを後ろで止めるの大変なので、うんうん、一回ボタンで、ここにファスナーもあるんですよ。おお。ここから、まあ、もともとはここも開いてるので、うん、ボタン止めてファスナー閉めて、うん、でここをまあこういう感じになったらちょっとキュッキュッて回して、ここをはいして、ちょっと鏡の前とかでこう綺麗に、はいはい、というプリーツセットアップというかスカートのご紹介でした、はい、こちらはですね、
まあ、ウェブ展示会やってますけども、まあ、それと、まあ、同時開催まあほぼ変わらない同じなんですけども、まあ、こちらとしては同時開催で春のリバティ展、わー、リバティリバティリバティっていう名前、リバティリバティリバティっていう名前ついてますけども、リバティって記事はなんとなく名前は聞いたことありますか？聞いたことはありました。ね、伝統的なこの小花柄のね、うん、作っているロンドンの会社らしいんですけども、まあ、そこの記事をオフィシャルでちゃんと使わせていただきまして今回はブラウス2つとワンピース1型、はい、リバティ柄ので、素材も、まあ、ちょっとだけ柄違ったりする、はい、色だったり柄が、色だったりが、でこちらはワンピース、ちょっと主役級のワンピースをね、うん、作りました。まあ、リバティなので基本コットンのね素材なんですけども、あんまり厚手じゃないから、うん、シワも目立ちにくい、ね、軽いです、めちゃめちゃ。これさ、撮影の後さ、アイロンしてないでしょ、別に。してないです。あ、じゃああのまま痛いやつだ。あのまま普通にモデルさんの撮影で外に持ってって車の中にくしゃって置いといて、韓国の出張の次の日でしたから、はい、もうヘトヘトでくしゃって置いといて、そのままここに持ってこられたものですけども綺麗だね、うん。このワンピースの色味はこのジワアイボリー、一応白ってした気がします、名前白ベース色目、うん、にアイボリーっぽい字に真っ白じゃないもんね、真っ白じゃない、きなりなのか、なんかくすんだオレンジ、青、ピンク、ピンク、緑などなどの色味が入った小花柄です、はい。まあ、全体の印象は本当に別にこの画面の、うん、感じで、フロントにくるみボタンとウエストベルトにたっぷりのギャザー、そしてここはギャザーとタックが織りなしている仕様ですね。で、袖が少し膨らんでおります。袖にもタックがあると今無言で見せてくれました。いえ、袖にもくるみボタン、くるみの、はい、くるみのボタン、ちょっと、はい、で後ろもファスナー、後ろ開きですね。これですね、また難しい仕様で、ここはつながってるので、はい、ファスナーを下ろしてかつ前も開きます、うん、なので前ある程度頭入るくらい開けてもらって切る、うん、前と後ろを開けるスタイルです、はい、というワンピースですね。まあ文句なしに可愛いじゃないですか、こんなの。これ可愛い、もうそんな分かりきってるよね、うん、このリバティの柄で夫婦がこういうワンピースやったらそう可愛いよね、うん、来年もやりたい。あ、来年もやりたいそうです。生産管理の皆さん、はい、のでなんとかですね、好評で終わりたいなと思っておりますの で、そうですね。あとやっぱこの夫婦の中ではこれだけギャザーとかタックが入ってて結構布量を使ってるのに本当に生地が 、うん、こう薄いっていうのが悪い意味の薄さじゃなくて、うん、軽やか、そうで軽いので、うん、本当に楽です。うん、何の重みも感じないね、はい、というリバティワンピースご紹介でございました、はい、こちらリバティシリーズでございますけども、はい、リバティピンタックかぶせてこないでリバティピンタック、かわいい、そのブラウスかわいいめっちゃいいね、これこの袖の膨らみの感じがめちゃくちゃかわいいですね、うん、もうまさにリバティを贅沢に使わせていただいたって感じがするね。なかなかないでしょ、こういうブラウス、リバティのさ、あの生地使って後ろすごい、すごいね。だ、夫婦本気出してブラウス作っちゃうとこんなになっちゃいますから、うん、お値段も当然可愛くないんですけども、はい、可愛くないです。だってまず、だってさ、やっぱでもさ、これさ、ピンタックにした時さ、いやどうせ分かんないんじゃないと、うん、柄だからって言ってたけど、全然そんなことない。この距離感でもすっごく可愛い、やっぱないとあるって全然違いますね、うん、そしてこの袖の先もタック、袖のこの内はギャザー、かなりファンシーでちょっと夢ありますねこれね。私はすごい、これでもデニムに合わせるのいいね、さっきのデニムですけど、はい、これ、はい、結構いいです。あのイメージのルックもね、デニムパンツと、うん、あのデニムスカートに合わせてまして、なんかそんな感じでラフに着ていただくのがいいのではないでしょうか、はい、これなんか語っておきたいことありますか？可愛いです。
なんかそれで終わってしまう感じがします、うん、もうそれ一択って感じ、うん、あ色ね、色、さっきワンピースとはまたちょっと違います。これも白に、うん、あれなんか要素分解していくと同じことしか言えないな。でもピンクがないね。ない、くすんでない。うん、あ、そうだね、これはパキッとしてるね、うん、青、黄色、赤、うん、赤が目立ってるね、ちょっとこの色味の中だとね、うん、よりリバティだなって感じが雰囲気がします。はい、はい、というピンタックブラウスでした。お、かわいいですね。はい、こちらはリバティリバティリバティカラーブラウスでございますね。はい、これはまたこれでなかなかこうリバティのいいところを渋く使用させていただきました。やっぱ去年ね、ジャカート参戦ってやりましたよね、うんうん、あれ今年去年だよね、春に。それ去年の春と秋だ、ね、秋のみたいな言ってたので、ね、やりましたけども、あのやっぱ3つ作れるとこういうのやっぱ出せるんだよね。やっぱ1個とかだとさ、あのブラウス一択じゃない、うん、やるとしたらリバティせっかく使うんだったら、これはリバティを渋めに使わせてもらったから、逆にこういう方が好きな方もね、なんだかんだジャカートの時も一番売れたのはその渋枠、このこういうスタイルのやつでしたからね、うん、でこれ色がこれだけ分かりやすく違う、グリーン、グリーンベース、緑しかない。そうだね、うん、白に緑とちょっとなんかイエローだけど、まあ黄緑みたいな、うん、なのでこの全体燃焼がまず緑になっている。で、夫婦らしいこのシャープな、ただ襟の高さはそこまで高くしてないので、なんていうのかな、やりすぎ感はない、やりすぎる必要がないって感じだったんですね。で、フロント空きになっていて、まあ、くるみボタンがこれもついている。なのでなんかマニッシュに着ていただくのもいいよね。こうスラックスとかにインしていただいても可愛いだろうし、はい、羽織にしていただいても素敵かもしれない、うん。なんか夫婦で珍しいのがスリットが入ってなくて、あ、これはそうだね、なんて言いました、そうだね、これもねブーム変わっちゃいましたよね。そうで、結構四角いシルエットな感じ、うん、この丈感になりましたよ、うん、皆さん。だからインして着るか、アウトしたらこんな感じになる、うん、でもこのくらいの方がちょっとトレンド感もありますよね。ありますね、今っぽい雰囲気に着ていただけるので、まあリバティというかなり古風な生地を使ってちょっと新しいブラウスを作らせていただいたと、はい、どうですか3つ。私はでも意外とワンピースが好きでした。いや、お似合いでしたね、めちゃくちゃ、うん、はい、あれなんか久しぶりに1枚でこれ着ればどこでも行けるって気分になりそうと思いましたね、うん、ぜひじゃあね、コマエリーさんはワンピースということでございました。はい、はい、というリバティリバティリバティのご紹介でした。はい、よし、はい、ということでプリーツアジェストミニスカートでございます。夫婦で初めてね、膝丈、膝上っていうのか、うん、膝上スカートをちょっと作りました。ミニですね、もう本当に。でもさ、もう大人がミニ履く時代じゃないですか昨今、うんうん、なんかもうあんまり違和感ないね、やっぱ。そうですね、で夫婦らしさ、大人が着てこう楽しめるものとしては、まあ、今回スカートは2型あるんだけど、うん、このプリーツの、まあ、タックのね形と、もう一つ、台形のブラックのスカートがありますが、はい、まあ、こちらは素材自体が結構肉厚の、こういうのさ結構薄いの多くない？多いです。でもこれしっかり、ね、やっぱなんか僕この間韓国ね、エリさんも一緒に行きましたけど、はい、いっぱい見たけど、うん、やっぱこんくらい肉厚で安心感あるものないから、うんうん、でしっかりタック、なんか透けたりとか日の光に当たってもそんな透けることはなさそうな感じの肉厚感はあります。うん、うん、そうだね、うん、で、このアジャスターがねついておりますので、ウエストも絞っていただける。これ今サイズどっちですか？M です。 M サイズ。これね、ただここちょっと絞るとこういう感じでこうプリーツがねギュッてなっちゃうので、この形がちょっと、うん、なんだろう、ここがギュギュッてなるの嫌だわっていう方は、まあこう広げてもらって腰とかで落として履いてもらうのがおすすめ、いいのかなと思います、うんうん、腰でね、あ、うん、確かに、あ、長さもその方が
そうそう、ちょっと気になる人はね、うん、いいのかも。安心感あるかも。いや、めちゃくちゃ可愛い。これにね、ジャケットとか着ちゃったりなんかして。あとのもう一つのやつでちょっとやってみますか。はい。ちょうどジャケットあったと思うからね。で、こうシワにもなりにくい素材なので。なりにくいです。うん。うん、ちょっとぜひこのもちろん春夏で着てもいいけど、こうやって。いや、冬に私はこれ結構ニットとか大きめのニットざっくりで、ね、うん、下からちょっと出しとかしたいですね、うん、冬にバッチリだと思いますので、うん、ちょっともう一つの方も見てみましょう。はい、はい、こちらアジェストミニスカートでございまして、さっきのがプリーツでしたけども、こっちはもう台形のシンプルな黒のスカートになっております。素材は似て全く同じじゃないんだけど、似てる化繊のね、結構中肉厚の、素材ですけども、着用感いかがでしょうか。着用感、まあ、あんまりストレスはないっていう感じですかね、うん、どう違うの、どっちが、どっちがどう違う、まあでも歩く可動域もそんな変わらないような気はするので、うん、ただプリーツの方がやっぱなんかこの辺とかは拾ってない感じになるかも、感覚的に、うんうん、やっぱ台形はきちんと台形な感じがしちゃうので、うん、ちょっとその全然着てしまえばタイトだったりとかそういうものは気にならないんですけど、ちょっと見た目的なハードルはこっちの方が高いのかも。ただまあプリーツだとちょっと学生見えしちゃうかもっていう心配がある人はこっちの方が断然大人っぽく着れるんじゃないかなと思います、はい、確かにちょ大人っぽい感じはこっちはするのかな、うんうん、なんかもうトラッドなスカート、ね、ミニスカートって感じがすごいしますね、うん、これは今腰履き、腰履きです。じゃあこうやって履けば長さもこんな M サイズだよね。 M です。はい、気にならないで、シワにもならない、洗って大丈夫、はい、アジャストもついてます。これ縛ってると形がちょっとね、まあ、ちょっとここがキュッてなるので、うん、お好みで、はい、お好みで使っていただくのがいいかなと。これね、ジャケット着るのかわいいですから。あ、大人、あ、素敵。このジャケットはもう販売してない、うん、買えないしかも買えないしね。あ、素敵ですね、はい、やっぱ冬こんな感じでね、ジャケットやこういったツイードやニットとスカートを合わせていただくのが、うんうん、いいのではないでしょうか。ぜひ膝上スカート始まりはフーフーで、もちろん慣れてる人もぜひちょっとうちのやつ試してみてくださいということでございました。はい、ということでザ・ドレス60メイド、おめでとうございます。60にしてなんとこちらのドレスもですね、ついに膝上が登場ということで、ザ・ドレス60バイカラーミニドレスということで、ずっと作りたかったんですよ。でもこういうのだってバイカラーって言ったらさ、こっちじゃない、よくあるというか、え、伝統、ええ、ちょっとどういう意味ですか。世界のラグジュアリーのブランドもこの系譜をやらない、うん、逆に言えば長い丈の方が珍しいんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ確かに、だから私この感じめちゃくちゃずっと好きで、ついにやれたなっていうふうに思いますし、やっぱなんかサンプルが上がった時に、うん、かわいいって思ったよね、自然と、あ、これ今ならやれるかも。でもこれもですね、やっぱり大人が着るためのバイカラーミニバンピにしております、はい、まずやっぱり素材ですよね。このちょっと中肉の、二重織りなんですけども、まあ、ちょっとわかるかな、この素材感にさ、脂肪じゃないけど、うん、表面感があるので、ありますね、化繊なんですけども、のっぺりはしないんですよね、うん、で、ちょっともちっとしてるでしょ、もちっとしてる、だからこの体拾わずにストンと落ちてくれる。で、同じような中肉のこの同じ素材でやってるかな、これ多分白のカフスと襟もバイカラーワンピースですから、うん、襟結構特徴ですね、はい、結構こだわりました。襟だけ何度も作ったぐらい、うん、シュンとしたこのシャープな襟、これやっぱ夫婦か夫婦じゃないかって音分けるんですよ。で、このボタンもね、可愛いですよね。この襟が
今ダイエリついてちょっと高くしてるんですよ。これがない、なくて丸いやつとかね。うんうん、ありますね。あって丸いやつとか、あるってピタッとくっついてるやつとか、シャツカラーのもうちょっとこうこの辺で終わってるやつとか、いろいろあるんですけども、やっぱこの襟にするとフーフーらしさがね満点だし、うん、ちょっとクラシックな雰囲気になると。で A ラインのワンピース、で体のラインも拾わないよね。拾わないですね。だから全然丈感も気にならないけどね、正直。うん、かわいい。このカフスもめちゃくちゃいい。これちょっと僕は めちゃくちゃお気に入りなんで、へー、はい、ぜひ。おいいよね。私袖というか腕短い身なので、うん、こういう感じで折り返すのもかわいいと思います。うん、いいね、やっぱ着たいわ女子だったらこれにチェーンのカバンとか持っちゃったりして、肩掛けの持っちゃったりなんかして、丸の内なんか行っちゃったりしたいわ。羨ましい。そんな私に羨ましがられたい方々、はい、ぜひこちら特権ですからねはい、ぜひこちらだと。でいろんなシーンで使えるし。そうですね、うんうん、冬もいい、春もいい、夏はちょっと長袖なんで暑いですけど、だからこれからミニドレスちょっと出てきちゃうかもしれないですね、うんうん、そんな香りを感じさせる新作品でした。はい、ありがとうございました。はい、ということでエンディングでございます。エンディングでございます、はい、何が一番お気に入りですか、今回のウェブ展示会は。当てていい？はい、台形の黒のスカート、まあ、あれもいいんですけど、ミニで言うと意外と私これ好きですね、はい、僕も今回はこれです。あとはいい素材だね、自然光に当てると。あのあれも好きです、ゴールドボタンドレスの、うん、トロバージョン、はい、うん、あれもなんか王道夫婦の、うん、でもちょっとイージー素材みたいなところがいいなと思って、うん、確かに私はもう完全にこれ着たい、これ着たい、着たいね、羨ましい、はい、特権ですからね、はい、レディーの、はい、うん、というウェブ展示会でございます、はい、ぜひ1週間お悩みください、はい、お悩みください。ありがとうございました。